ましょう、はい、スマホからまたガラケーに変える人、変えた人、最高ですね。最高。最高。嬉しい。もう最後だ。もう思い残すことはない。じゃあ明日のゲストをご紹介しましょう。出ないよ俺は。グランドフィナーレのことを覚えてますか？うん、覚えて。僕ら3人、涙しちゃったの覚えてますか？うん。メッセージをタモさんへのメッセージだけ。うん。タモさんも、ちょっと感傷的になりましたか？いやー。まあでもテレビに出てるからね、抑えようとしてるけどもちょっと溢れてるんじゃないかなっていう場面も僕なんかちょっと、タモさんの初めてのその感じを20年一緒にやらさせてもらって、ちょっとだけタモさんを見れるような気がしました。見られたよ。それ全体的にすごい面白かったよね。いや見応えはあったと思います。これ面白かったな、本当壮観でしたよね。テレビって面白いなって、一番前の席で見れたんでね、最後のみんなが集まったライブで、あのステージは半端じゃなかったよね。もうこんなことはないんだろうなって見ながら思ったよね。そうね、そうですね。僕らいいとも終わった3月31日、4月の31日に、いいとも!の昼間の方のレギュラーのビデオを1ヶ月後に見ました。あ、見たんだ。グランドフィナーレはまだ見てません。最終日、あの月曜日の昼間、月曜、火曜あの代表、なんか最後の選手権の時に金曜代表、あの時のビデオはやっぱ見れなくて、4月の31日に1ヶ月だったら見ようと思って、それ見たらやっぱり、あ、やっぱこれ見ない方が良かったかなって、ちょっとやっぱりなんか進めない感じがして、すぐにはグランドフィナーレ僕も見れなかったですね。グランドフィナーレはまだ見てない。見た。俺見てない、両方見てない。見てない。タモさん、あれさ、あれ、あ、ありがとう。CM だと聞こう、ちょっと。いや、タモさん、続きヤーの、ヤーの続きだけども、グランドフィナーレのビデオは見てない。あ、撮ってはあるんですよね、多分ね。撮ってないと思うよ。それはなんで見ないんだろう。俺テレビに出てる自分っていうの嫌いなの。いや、それ聞きました。嫌いで恥ずかしいから、普段の自分とは違う人がやってるからなんか気恥ずかしいと、でもグランドフィナーレはやってて面白かった、見てても面白かった、家に帰って改めて見ようかなっていう感覚っていうのは、もうないね。テレビ、俺の出てるテレビ見たくない。だ、撮ってもいないと思うよ。あ、まあ事務所がちゃんと、まあまあね、あるフジテレビ頼めばもちろんもらえるでしょう。見ないんだ。嫌だもん、テレビ出てる。モニター今さっき見て、あ、嫌だなこいつはと思ったもんね。本当。よく嫌われずにここまで来たよ、本当に。香取さん見てないの？見てない。だから何て言ったか正確には知らない、自分が。メッセージね。自分一人で話したのが、
もう ほとんど覚えてない、うん、あれね、用意していくものじゃないからね、うんうん、決めてやろうと思ったらダメだよね、人からあのあとすぐに打ち上げの時とかにこんなこと言ってましたねとか言われて、うん、えマジでそうか、そのぐらい本当に覚えてない、うん、なんかあの前って少しでもいいこと言ってやろうとかっていう下心持ってたら伝わらないから、準備しないでいこうかなっていうね、うんうん、準備してこれ言おうあれ言おうって言ったら、もう本当の自分の思いがタモさんに伝わらない、本当にその時に思ったこと噛んでもいいし間延びしてもいいから伝えようっていう感じでお話しさせてもらいましたね、あれでも全部周りで囲んで歌ってくれたのが良かったな、あれな、あ木村君どう、あんなの初めてだよね、一人の一人、うん、あ初めてだと思 う, とう、ね、どんな感じだったんですか、いやありがとうって歌った一瞬ちょっと俺スマップになったのかなと思ったらさあ森と森田は違いますから森だけにね、タートっちゃダメですよこんなことやっぱあるのかなと思ったよね、なんか変、うん、今でのない、うん、味わったことない感覚、うんうん、だからあれがね、アルタで終わってたら、まあ、俺もちょっともっと感情的になってたかもしれない、感傷的になってたかもしれないよね、うん、なんかお台場にまた戻れるっていう、うん、ですぐお台場に行かなきゃいけないし、はいはい、バタバタしまだ生放送だから決まってないとこもあるわけだ、うん、で俺も聞きたい、これどうなってんのここがあって聞きたいこともあるから、はいはい、とにかく終わったらすぐ行かなきゃいけないと思って、うん、でこれ来るとグランドフィナーレではもういいともであっていいともじゃない番組、ちょっとイベントスペシャルになりますからね、スペシャル番組が終わったって感じだから、うん、あんまり感傷的にはなんない、面白かったんですけどね、もちろん面白い、すごい面白かった、ね、そんなにね今ねここ30分ぐらいずっとタモさんいいともの話語ってますよ、ああ、うん、みんなちょっと集まりたいなって思うことないですか、え、あ、な、いいともの、ちょっと年末年始わかんないです、1年後、うん、あるいは2年後、うん、来年のお別れ会やった3月の31日、分かんない、メンバーメンバー同じメンバーで、あー集まりたいよ、どうしてますかっていう、もう集まりたい、そのもうベタベタしたいあ、タレントともね、もうタレントとも本当にもう本番中でもなんか仲良くしたい、そうそうそう、仲良くベタベタしたいもうベタっていいと思うんだベタっていいと思う今ウキウキウォッチングって歌うと思うよ、歌えますか、歌えないと思うねもう忘れちゃったかな、もう忘れちゃったんだね、忘れちゃってるかな、草木さんいかがですか、いや僕は好きな歌なんで、うん、ちょっと最近ギター始めまして、え、どうした、ああギター始めてるね、はい、いいとも学園でもずっと練習してたよね、はい、そうなんですよ、ちょっとギターにすごい凝ってて、うん、今日タモリさん来るということで、うん、ちょっと練習してきたので、何を何を、ウキウキウォッチングをですね、おいいね、え、弾き語りということ、弾き語り、うん、よ、これ生放送だよ、大丈夫か、テイク2ないぞ、ちょっと待って、ウキウキウォッチングを弾くの、ウキウキウォッチングをトモさんが弾き語りってこと、歌うのか、草井くん、みんな一緒に入ってきて、みんなで、まあ、ここまで来たらやっぱソロだろ、そうだね、ここまで来るとソロですよね、ソロいや、ご自身で歌われた方がいいですよ、一人で歌うの、じゃまだ始めんなよみんなでだって言えよ、一人じゃ無理だ、ダメだよ、木村くんちょっと助けて、木村くん、木村くん助けてって、木村くんもほら入ってくれるとさ、みんなで歌えるかなと思って、なんだ急に助けてってなんで持ってきてんの、僕やりたてなんで、やりたての人が生放送で言うなよそれ僕ギターや始めたんでって、そうなんかやっぱタモリさん来てくれるっていうことで、うん、ちょっとまあ僕は、ね、どうすればいい、どうすればいい、仕切って仕切って、じゃあ木村君、どう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 みんなで歌唱、草薙君と草薙君で歌うのね、みんなで歌うの、みんなで決めろちゃんとすぐ弾くなっつうのみんなで歌おう、多分みんなで、みんな合唱するの、イントロの感じとかをやったらタモさんも雰囲気思い出してくださるんじゃない、うんうんうん、イントロの感じ、うん、多分
ちょっと歌いづらいね、それね。